こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりましたまあ本当にですね、えー、もうなんか気分がですね、今もう世界情勢、えー、特にですね、えー、ロシアがあのウクライナにあの攻め入っているというような、そんな状態があの続いておりますけれども、どうにかですね、えー、もうあのー、まあ、戦争っていうのはですね、えー、もう本当にいいことはございませんのでね、 なんとかそういうのが早く終わってですね、平和が戻ってほしいっていう、これはもうね、あの、もう日本中、または世界中のですね、願いではないかなというふうに思っております。えー、まあ、そんな中で我々ができることっていうのは何だろうということで、えー、まあ,あの友達とも話すわけなんですけれども、やっぱりね、祈りっていう、これはすごく大事なんですよね。だから、 祈っても仕方ないじゃないかっていうようなそんな風に、えー、皆さん思う方もいらっしゃると思うんですけれども祈りのの力っていうのはすすごくあるんですだからあのー、スピリチュアルとかそういうのを超えてですね、えー、本当に祈りっていうのがありましてえー、まあその映画が祈りっていうのは僕,僕見たんですけれども、えー、村上和夫先生、えー、もう。 あの去年ですかねえお亡くなりになりましたけれどもその実録というかドキュメンタリー映画というかですね、えー、そんなあの祈りっていう映画を見たんですねで、えー、村上和夫先生のお,、まあ、お話その祈りの中でのね話なんですけれどもあのやっぱりね、えー、この祈るということにつきましてはね祈りまして例えばアメリカの方でええー あの実験をしたわけです A 病と B 病と、ね、こういうふうにあります。そして A, あ A 病との方はですね、えー、もうそのままあの何もしないっていう。で B 病との方は、えー、ある学生さん学校の生徒さんにお願いをして、えー、毎日祈,祈りを捧げていたという。 そして、この入院をされている患者さんが早く退院できますようにということで、B 病棟の方に、えーまあ、学生さんに頼んでね、えー、祈ってたわけなんですで。当然、学生さんもね、地元の学生ではなくて、遠く離れたが学校の学生さんなんですね。だから、顔も知らないし、えー、そして、えー、その病院がどこにあるのかさえも知らないというような状態なんですね。それで えー、まあそういったところの病院を祈ってもらいましたするとどんなことが起こったかというとですね、えー、当然あの一緒じゃないですかもう何も祈りっていうことを考えなければほとんどあの入院、えー、そして退院っていうことであの一緒になってくるわけなんですけれどもところがで、ね、結果としましては B 病棟の方の入院患者さんの方が 単位が早いわけですよ、治りが早いわけですよ。なんでだろうっていうふうに思うじゃないですか。科学ではなかなか証明されなかったわけですですよね。ところが、あの結果はそういうふうに祈られた方の方がですね、えー、まあ,あの非常にですね、治りも早かったし、単位も早かったわけです。 だから祈りの効力っていうのはすごくあるわけなんですよね。ですから我々はこの一日も早くですね平和が戻りますようにということでまずです自分たちができることっていうのは何だろうっていうことになりますと祈ることっていうことではないかなというふうに私は思います。まあボキをするとか えー、自分のできることをするっていうことは、非常に大事なことなんですけれども、まず祈るということ。もうすぐね、三点一一があります。津波のね、本当になくなったあの方も多いですし。またあの、街を飲み込んでいく津波の,あの映像を見るだけでもですね、えー。胸がドキドキするわけなんですけれども、その時も本当に祈りっていうのが。 えー、ありました、まあ、今でもね、やっぱり祈りっていうのは大事なんですよね。まあそんなことでね、えー、まああの、我々、カズタマ令和っていうのを販売させていただいてるんですけれども、その中に、世界平和っていうのが加わりました。これはですね、本物研究所の佐野社長より、勝手のお願いということで、世界平和の 波動コードを作ってほしいということがあったらしいんですよね。佐野社長もですね、3.11、このあたりも本当に本物研究所が何ができるかということで、震災が起こって、その翌日にはですね、社員さんの方が、本物研究所の社員さんが、そういった震,あの震災が起こったところに行ったと言われてますしまた、私たち販売店もですね、 ええー、まああのー、何かできるかなっていうことで、えー、小冊子を作って、そして募金を募って、えー、それを販売したお金で、えー、まああのー、まあ募金ということで納めさせていただきました。まああのあのー、それが偉いわけじゃなくて、自分たちで何ができるかなっていうところなんですけれども、たちまち何ができるかなっていうと祈りなんですよね。まあそんな中で私たちはこのカズタマレーワっていうのを持っています。 持っている方はどういうふうに使うかというとですね、えー、まずスイッチ入れていただきますするとこれがオンになりましてねはいでここで、えー、真ん中のロングっていうのを選んでいただきますそして、えー、選びますとこれに決定っていうこの決定ボタンですね決定を押します そして、えー、これで、あのーまあ、測定っていうのを押しますはいこれで測定ができましたこれをですね、えー、世界平和、うん 見えますかねちょっと焦点が合ってないかもしれないんですけれども、えー、まあ私の,あの測定ですねあの中身はどんなものかというとですね世界の平和や貧困な国の人たちの幸せを願い祈るというようなその祈りのエネルギーによって現実世界に変化を生じさせることができるようにエネルギーを増幅してくれる波動水を作るためのメニューですということなんですね。 ですから、あのー、まあ、これで、えー、私だ、私が、まあ、このように祈るということの増幅、エネルギーを増幅してくれるっていう水を作ろうということなんです。ですから、これに、えー、まあ、このマークの上にですね、乗っけ、乗っけてですね、そして、転写というのを選んでいただきます。するとね、まあ、こんな形で、えー、見えますかね。見えないか。こういうふうな形で、 えー、転写が始まりました。はい。これ、水の結晶の,あの映像なんですけれども、本当に、えー、ありがとうとか、平和とか、そんな水の結晶が、あの、転写されております。はい。まあ、そんな形で、えー、まあ、祈るということ、うん。平和をそれぞれが祈るということ。そして、一人で祈るよりも、二人で祈る。二人で祈るよりは、 10人10人よりも100人100人よりも、えー、1万人1億人皆さんが平和を祈ることによりまして集合意識っていうのができるわけですよだから集合意識が、えー、地球を動かしていきます人間はね、えー、地球の中でまあ要するに生かされているわけなんですよねですからその集合意識っていうのがすごく大事かなと思います じゃあ、あのー、その集合意識の中の一つにですね、なろうかと思います。えー、それでは、ちょっとですね、えー、黙祷しまして、えー、黙祷じゃないわ。あの、手を合わしましてですね、そしてみんなでですね、えー、祈りましょう。ね。平和の世の中がね、来ますように、早くね、えー、戦争、 争いそういうものが収まりますようにどうぞですね、えー、そんな形で自分の、あのーまあ、中のですね、えー、心をですね、あのー、穏やかにして。 そしてて平和を祈ってみてくださいまたねえかずたを持ってる方はですね是非えーま、世界平和っていうのを選んでですねあのー、それで波動水を作って飲んでみてくださいまずできるのはそういうことかなと思いますはいはいどうぞあのー、まああのー、平和がですね早く戻ってきますように 私たちも祈らせていただきます。それでは今日は終わります。さよなら。